どうもバリスタ奥崎です。最近ですね、ちょっとこう更新がね、なかなかペースが乱れたりとか、先週土曜日もね、更新できなかった、まあ次の日にね、ずれ込んだりとかしちゃったんですけれども、大丈夫です。元気です。僕のね、ちょっとこうプライベートがいろいろ重なってまして、バタバタね、してたりするんですよ。まあツイッターでね、この前ちょっとご報告させてもらったりとか、まあいろいろあるんですが、まあ大丈夫です。特に、なんていうんですか、いい方向にね、向かっておりますので、ただね、なかなかなんて言うんでしょうね、安定させるっていうことが難しいという、まあ、そんな感じなので、5月いっぱいはこんな感じで、もしかしたら6月にもね、ちょっとこう食い込むかなというところになってますんで、見守ってやってください。すいません。近々ね、皆様にご報告しないといけないこととか、まあ、そういったこともいろいろね、今出てきてるタイミングなので、まあそんな感じです。ということで、今日はですね、こちらを紹介したいと思います。はい、こちらでございますね。ね、何ですかねこれ。はい、こちらはですね、はい、グラインダー GO ということで、最近ですね、モバイルハンディグラインダーっていう、まあ持ち運びできるコンパクトな電動グラインダーっていうのを紹介をしたんですよ。その時にモバイル電動グラインダー的なポジションが今気になりまして、コメントとかでも結構たくさんいただいたのがこちらです。グラインダー GO をね、やりなさいということでご意見いただきましたんで、ありがとうございます。今回はですね、C2 と、このグラインダー GO ですね、どういうその引き目に違いが出るかとか、使い勝手の違いとか出てくるのかとかね、刃は果たして同じなのかとかね、はい、そういったところが気になるんじゃないかなと思いますんで、今回は、とりあえずこれメインで紹介して、で、まあ C2 とね、なんとなく比較していきたいと思います。こちら気になるという方はぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。早速ですね、こちら紹介していきたいんですけれども、まずね、ちょっと最初お断りしておきたいのが、こちらのね、グラインダー GO はですね、今回僕が買ったものじゃないんですね。こちらはですね、クラシトコーヒーさんからですね、貸していただきました。はい、ありがとうございます。もうね、借りるね岡崎ね、もうね、借りるよね。はい、めちゃくちゃね、もうクラシトコーヒーさんにはね、借りてるんですよ。クラシトコーヒーさんの倉庫からこういろいろね、こう拝借いたしまして、心よくね、お貸しいただいたという、このグラインダー GO ね、まあちょっとね、これちょっとレビューしたいというか、お貸しいただけないでしょうかと言ったらですね、もう僕さんがね、もういいよっつって、持ってけ持ってけっつって、もうね、色こういろいろ貸してくれたんですけれども、心よく貸してくれたんですけれども、それをね言ったのがね、2ヶ月前なんですね。すぐやれよ岡崎、すぐやれって。でもそういうのはもう次の週には出せよ。おい、じゃあオープン、よし、はい、はい、まあまあこんな感じですね。こういう風にくるまれてます。あ、でもうなんか、はい、これすごい、ケースついてんだ。へぇ、ケースついてんだ。これ知らなかったな。これめっちゃ嬉しい。あれ、モバイルスピーカーみたいですね。なんか、なんとなくね。こんな感じ。まあまあ、これが本体ということで。もうじゃあ、このままね、ちょっと置いといて。他に入ってるものは、これなんだ？あ、USB ケーブルかな？充電用のね。そう、今回ね、これ、モバイル、グラインダーなんですよ。だから、ね、持ち運びができる。コンセントにね、刺さなくても使えるっていうやつなんで、充電式ですね。で、これは、あ、さすが、タイプ C 端子ですね。うん、まあ、さすがっていうかね、まあもうね、もうタイプ C にしましょうよ。ね、タイプ C にしようよ。で、こちらですね、おなじみのハケですね。もうタイムオア製品にはね、グラインダーには大体ついているこのハケですね。うん。あとは、なんか、この裏に、特に何も入ってないですね。まあ説明書が入ってるだけで、まあ特に、僕さんからの手紙的なのないな。岡崎ここでボケろみたいなね。プーンやれみたいな。ないですね。うん、いや、だ、プーンは夏美店長の、夏美店長のじゃないけど、夏美店長のプーンだから、僕のプーンじゃないんでね。はい。これはダメですね。保険証が入ってるのと、なんか合格証って入ってます。まあまあまあ、なんか、いいよってことでしょうね。多分これは。で、説明書ですね。これグラインダーの説明書がこういう感じ、蛇腹で入っておりますね。まあ書いてあることはね、多分なんとなく、シンプルですね。はい。まあ水はダメだよとかね、子供の手の届からないとか、コロニーとかね、ちゃんと下の粉受けをつけてからグラインドしてくださいねとか、そういうことが書いてますね。構造はめっちゃシンプルだな。ボタンも一つじゃない？一つしかないんじゃないかな。うん。だからもうただピッと押してグラインドみたいな。引き目書いてあるわ。引き目の説明ね。ちょっと後で写真載せておきますけど、こんな感じで書いてますね。モカポット、これマキネッタですね。これが0から5クリック。で、ハンドドリップね、プアオーバーですね。6から8クリックがハンドドリップで、まあでも7クリックあたりがおすすめですよってことかな。で、フレンチプレスが9
から10クリックと。まあでもこれが全てですね。はい、ということですね。これ21歳のでも顔にはちょっと見えんな。ちょっと毛の艶はいいな、なんか。はい、それではですね、もうこのままね、開封していきたいと思います。いやでもね、ケース結構しっかりしてて、なんかまあ衝撃とかには強くなさそうなんですけど、とりあえずね、こうカバンとかに入れるのには、周りのね、いろんなこうカバンが一緒に入ってるものとか、あと一緒に入れてるコーヒー器具とかで傷つけちゃったりとか、そういうのを防げれるような、そんな多分意図かなと思いますね。はい、じゃあ開けていきますね。オープンです。はい、バーカーン。どんな感じ、どんな感じ、僕見てないんですよ一回も。はい、おー、こんな感じか。綺麗だな、いいの。じゃあちょっと出しますね。はい、こちらが本体ですね。うん、ケースもね、そんなに分厚くないですね。うん、まあね、あんまりこうケースとか分厚くするとね、この状態がめちゃくちゃごつくなっちゃうんで。こちらが本体だ。なんかね、思ったよりコンパクトでいいな。この人たちのね、このコンパクト性にはもちろん劣りますよ。だけどね、まあ果たしてここまでコンパクトである必要があるかっていうのは分かんないですよね。それ人によるんで、これ単体で見たら全然こう、なんていうの、許容できない範囲ではないですよね。うん、まあ全然これぐらいで十分ですっていう感じですね。はい、上がこう、あ、もうただハマってるだけか。特に爪とかはなくて、こうスポッとね、ハマってるだけですね。で、この下の、粉受け、これがね、ちょっとね、瓶ですね。瓶になってます。瓶がね、さすがですよね。あんまりこう静電気とか気にならなさそうな感じですね。で、ちゃんとグラインダー GO ってね、なんかこう結構コストかけてますね。これさ、こういける？そういうことではない。そういうことではないか。ここがね、歯ですね。はい。もうなんとなくはね、C2 と同じなんかなっていうね、見た目をしてますよね。で、嬉しいな。もうここに、モカポットとかブリューウィングとかね、書いてますね。多分使う頻度が高い用途に関しては、こういう風にね、書いてくれてます。ああ、こういうのはいいな。これをね、回すと。おー、いいっすね。いいな。歯をね、早速取りたいと思います。あなたの歯を見せてくださいよ。あれ？あ、なるほど。そうか。歯はこれな。あれだわ。タイムモアスマートゴーさんの歯はですね、これです。はい。これ皆さん見てわかりますかね？金ですね。はい。金ということは、これね、チタニウムコーティングです。これはね、もうね、もちろんこの、外歯もね、内歯ももちろんチタニウムコーティングなんですけど、これはね、いや、別に悪いわけじゃないんですよ。ダメとかじゃなくて、タイムモア C2 と引き目が変わっちゃいます。なのでこれはね、引き目を合わせるところからやんないとダメだな。なるほどな。でもこれ一つね、やっぱ注目ポイントですね。多分ですけど、その普通の歯の上に、そのチタニウムかな、チタニウム、ゴールドのね、コーティングをしてるんですよね。で、その分ね、従来の歯より分厚くなっちゃってる。しかも内歯と外歯両方が分厚くなってるんで、その分狭くなっちゃう。ということは、コーティングなしの歯と比べて細くなりがちってことですね。じゃあとりあえずね、動作確認です。ここをね、押せばグラインドが始まるはずなんで、じゃあ押しますね。ポチッ。ああ、もう一回押せばいいんだ。ああ、長押しじゃないんだ。あ、自動でも止まる。なるほどね。はいはいはい。ちょっともう一回いきますよ。ポチッと。うん。だいたい10秒ちょっとぐらいかな。もう一回押して止めることもできると。なるほどね。結構遅いっすね。おー。聞くスピードはまあまあ遅いかもしれないですね。ハンズフリーで使えるっていうのいいっすね。もう押しとけば、もうこれでね、聞いてくれるっていうのは。僕さっきね、何のあれもなくね、ただ長押ししてたんですよ。ハリオさんのこのスマート G のハンディグラインダーの影響ですね。これはね、長押しなんですよ。押してる間回るっていう構造なんで、そのちょっと先入観で長押ししちゃいました。でもこの点は、このね、スマートGOの方が、まあ、優れてるんじゃないかなとは、なんとなく思いますね。バラしていきましょう。ここね、粉受け、これが、まあこれがね、さっき言ったように瓶なんですけどね。歯はこう回してもらえれば、はい、こんな感じで分解できます。で、こちらが金歯ですね。はい、このね、金歯がどうなるのかですよ。これ、はい、チタンコーティングされた歯になっております。なぜチタンコーティングするのかってね、普通でいいんですけどね。タイムモア C2 の歯は銀歯ですね。コーティングがされていない、はい、こちらですね。こういう歯に、なって
ってますね。はい、それではですね、これから弾いていこうと思うんですが、まあ、まずね、弾き目なんですけど、まあ、おすすめされてるのがね、ブリューイング6から8ってことなんで、まあ、一番粗めの、ね、8でやってみようと思います。これでね、様子を見ようと思います。多分ね、でも細かく、なっちゃうと思うんですけどね。はい。で、今回はね、ペルーっていうね、豆を使っていきたいと思います。別に今回はスタバとかね、そういう感じじゃないですよ。では、スイッチオン。はい、弾けましたね。結構秒数いい感じですね。これはね、特に秒数をね、こう設定するとかはできないんですけど、どれぐらいのね、弾き目になったかを見ていきましょうね。これをね、はい、こんな感じですね。お、結構ついてんな。これちょっとパンパンしたら取れるかな。ちょっとね、すいません。ボクさんすいません。ちょっとこれ叩かせていただきますね。ごめんなさいね。ちょっとこうパンパンしないとね、静電気がついちゃってるんで。じゃあ、失礼します。はい、でこちらですね、まあちょっとつくかな。はい、でこれがね、引き目ですけど、均一性はさすが。だから歯はね、金歯ってこと以外は同じなんで、均一性はやっぱ高いですね。あー、グラインドのクオリティは高えな。いいな、でもこれは。じゃあこちらが C2 ですね。 C2 の歯で引きました。でこっちがね、グラインダー5ですね。あー、もうね、これ全然引き目がやっぱ違いますね。細かいっすね。まあ、だからタイムモアのおすすめのね、8クリックはちょっと細めだね。パッと見の感覚でも全然わかるレベルですね。どうだろう、これ何クリックかな。何クリックにすれば18に合うだろうか。これから調整入りますんで、引き目をね、この C2 の18クリックと、合わせていきたいと思います。はい、ということで、あれからですね、ちょっと調整を行いまして、引き目大体合ってると思います。画像ね、貼っておりますんで、こちらちょっと確認してみてください。ほぼね、同じだと思います。 C2 の18クリックにこの、グラインダー5をね、合わせた感じです。で、具体的な引き目なんですけど、12クリックに、結局落ち着きました。はい、10クリックでもやったんですけど、やっぱね、細かくて、で12クリックでまあ大体合うかなぐらいの雰囲気でしたね。正確にね、こうなんていうですか、ふるいでね、こうふるって測ったりとかすればもっとね、正確に引き目は合うんですけど、まあ目視ではほぼほぼ同じなんじゃないかなという、結論になったので、とりあえずはですね、このタイムは C2 の18クリックにはグラインダー5の場合は12クリックでまあおおむね合うんじゃないかなというところで、とりあえずは結論出しておきたいと思います。まあこれからちょっとね、何回か使ってみて、あ、やっぱりちょっとね、クリック数違うなってなったら、もちろんね、訂正は上げるんですけど、まあまあでも大体12で落ち着いてると思いますね。はい、ということで、これからですね、実際に、このグラインダー GO で、豆を引いてですね、このね、アイスコーヒーをね、作っていきたいと思います。はい、今回はね、このハリオスイッチでね、手軽にアイスコーヒーを作っていこうと思いますんで、改めてね、このグラインダーの使い方ですよね。もうこれ豆入れております。引き目はさっきも言った通りですね、12クリックに合わせております。これで大体中細引きに、なると思いますね。で、全てセットした状態でここのボタンを押すだけと。それで、豆残ってんな。ちょっともう一回やりますね。あ、OK ですね。なんか豆がね、一粒残ってましたね。音の感じで言うと、全然その騒音性はないです。一回押してほっとけば自動で弾けるので、まあ、その間にね、こういうもの用意しとけば、もう弾き終わるので、まあそんなにね、この低速回転は欠点には僕は感じないですかね。僕これ結構今気に入り始めてますよ。ね、あ、でもね、これ買ってないからな。僕さんのだからな、これ。おなじみなんですが、C2 もね、弾いてみたいと思います。はい。まあ、むしろ、弾き終わるスピードは、グラインダー5より速い感じがしますね。あとでちょっと見直しておきますけど、多分ね、C2 の方が速いですね。これ体感では。で、このアイスコーヒーの作り方はですね、めちゃくちゃ簡単な作り方ですね。概要欄にね、レシピは載せておくんですけれども、まあそのレシピを見ていただいて、で、このまあ手順をね、見ていただけると、もう誰でも美味しいコーヒー、超手軽に作れますんで、試してみてください。まずですね、お湯ですね、200g 注いで豆を入れると。タイマーオンにして混ぜると。
これでね、1分半ほど待ちます。で1分半経ったら混ぜて、で、もう2分でね落としてください。こんな感じですね。これで入れられるっていうね、これいいっすよね。やっぱこのね、個人的にスイッチがね好きなんですよね。これやはりよさんね、スイッチはねこれいいよね。でこのグラインダー号もね、これ電動だからね、このもうね、あのどこでも行けます世界がねいいよね。それではですね、できましたんで、コーヒーがね、入りました。こっちがね、グラインダー号で入れたアイスコーヒー、こっちが C2 ですね。で、入れたコーヒーでございます。いやー、暑い。このね、もう撮影してる部屋がね、今サウナ状態です。めっちゃ暑い。はい、か、うまそう。うーわー。見た目に違いはないような気はします。飲んでいきましょう。熱い。C2 ですね。こちらも安定です。もう美味しくないわけがない。絶対美味しいんで。C2 でグラインドして、引き目は18クリックですね。で、アイスコーヒーを作りました。使った豆はペルーですね。それでは、こちら、いただきたいと思います。チュース。あの言葉が出ないということですね。これはね。あーダメだ。一気飲みしちゃう。ダメだ。美味しゅうございます。甘みがね、美味しいですよ。当たり前です。もう約束された味ですから。美味しくないわけがない。そして今回ですね。まあレシピと道具はもう全く同じです。まあちょっとビーカーがね、サイズが違いますけど、まあでもどっちもね、ちゃんと冷やしているので、そこのね、まあ差もまあ同じじゃないでしょうか。グラスも同じ。ただ、グラインダーが違います。引き目はね、合わせているので、これもほぼ同じだということで、この感動がね、あるのか。じゃあいただきます。これはうまいね。いや、めっちゃうまいわ。うんま。いやね、十分ですわ。もう結論言っちゃいます。もう雑に今結論入っちゃった。悪い意味でじゃないですけど、なんかもうどうでもいいみたいな。どうでもよくはないんですけど、ほんとね、それぐらいね、十分ですわ。ほんとに。グラインダー後全然いけると思う。味にね、そんなこう影響はないっす。今回のその結論というか総評的な感じになるんですけど、グラインダー号はね、僕全然ありだと思います。これはね、全然あの選択肢の一つにあってもいいかなと思いますね。細かく検証したわけではないんですけど、なんとなく予想されるのはやっぱね、汎用性が高いのは依然、タイムモア C2 ですね。こっちの方が汎用性は高いです。こっちのそのクリック数のその範囲がねちょっと少なかったんですよ。でも C2 はかなりね、細かくというかかなりこう広くね、引き目を調整することができます。それこそ、エスプレッソ引きにもやろうと思えば全然できますし、粗めにね引くことも全然できる。で、全てが安定しているっていうことで、やっぱね、汎用性の面で言ったらこれは強いですね。お家ではハンドドリップもしくは、まあ、こういうね、浸水式ドリッパーとかもうそういうものぐらいしか使いませんよっていう方にはこれね、やっぱお手軽でいいかなと思います。もちろんね、コレスのグラインダーとかウィルファーとかそっちの方が優れてはいます。ただまああれはね、据え置きタイプなので、こういうモバイルモデルはね、まあ、これにしかないね、なんかこうフットワークの軽さとか、お手軽さとか、あとはスペースを取らないね、こうちょっとこうミニマル的なところもありますんで、まあ、そこを行くとね、据え置きにはないね、なんか価値かなと思いますんで、価格に関してはね、確かね、ちょっと僕もちらっと喋っただけなんですけど、1万2000円ぐらいだったと思います。だから C2 よりは高いんですよ、当然ね。どっちを取るかですね。どういうトレードオフで納得できるかだと思いますね。手引きは嫌だと。だけど電動グラインダーの据え置きタイプも嫌だっていう方におすすめですよね。こういうモバイルグラインダーは、まあ、これからねグラインダー買いたいっていう方に、まあグラインダー号買おうと思うんだよねとか登壇をされても、あ、まあいいんじゃないですかっていう感じですかね。うん。はい、ということで今回はですね、こちらタイムモアのモバイル電動グラインダーですね、グラインダー GO を、紹介させていただきました。 C2 と、ね、比較しても本当に遜色ないものなんで、僕はこれ結構おすすめできますね。はい、まあお借りしてね、レビューしておいてっていうところもあるんですが、でもすごくおすすめなものなので、ぜひね、グラインダー選び、これから悩んでるって方ね、いらっしゃいましたら、これね、選択肢に入れるっていうのもありかなと思いますね。まあそもそも手回しなのか、モバイル電動グラインダーなのか、据え置きの
電動グラインダーなのかっていうところも、まあ、選ぶところになると思うんで、ぜひね、まあ、その選ぶ参考にしていただけるとありがたいです。ということで、今回はですね、まあ、こんな感じで終えたいと思います。こちらのチャンネルはですね、まあ、こんな感じでシンプルでいいコスパよくコーヒーを楽しむことができるような、そういう情報を発信しているチャンネルでございます。今回の動画が良かったという方はぜひ高評価、そしてこれからも気になるよという方はチャンネル登録をねしていただけるとありがたいです。また今回の、ね、動画の感想とか、次はね、まああいつとね比較してくださいよとかね、こういう面はどうなんですかとかね、まあいろいろ気になることが出てきてると思いますんで、そういったコメントもぜひ、質問とかもね、コメント欄にいただけるとありがたいです。ということで、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。お疲れ様です。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum.